玉神26回目。森島先輩はミヤには渡さんぞ。まさかの我が妹がライバルになるというですね。なんかえらい仲良くなってるんですよね。森島先輩とミヤが。まあ、あそこの組み合わせ見るのも面白いんですけどもね。さて、今日は、二つもある。ああ、会話イベントか。テラスに二つ。ああ、で、星出てんじゃん。星が今日の放課後だ。これ取って、仲良しに進めると思うんすよね。大事。この星は。とりあえずじゃあまずは、どっちがいいか。まあ、どっちでもいいか。テラスに行って、会話をしてきましょう。はい。娯楽じゃない？おー、幸先いい。海外で一度は行ってみたいところってありますか？南極、南極に行ってみたい。南極、オーロラですか？オーロラもいいけど、ペンギンさんを見てみたいわ。やっぱそこなんだね。無類の動物好き。何でもいいんだね、動物だったら。世間話。よし、マッチ。あ、そうだ。どうもしてないよ。どうした？何今のは。君には困っちゃうな、私が落ち着いてないだなんて。子供っぽいって言ったことを気にしてなのか。でもこれってどうどう、響きそっくりでしょ。分かんなかったよ。全然分かんなかった。今の塚原先輩の真似してたの。もう一回聞いてみよう。君には困っちゃうな、私が落ち着いてないだなんて。ああ、まあ言われたら言われたらまあね。でもモノマネに夢中で目的を忘れてませんか？え？あれ？そういえばなんで響きのモノマネしてるんだっけ？下がるの？下がるの？地雷だなぁ。おしゃれかな。よし。例えば僕に着てほしい服ってあります？そうね、ないの？そんなことはないよ。ただちょっと突然だったから。そうですよね。宿題宿題か。そっか。下がるの？ちょっと待って。マジか。あ、いやでもここでおしゃれであげーの、あ、いや上がるよな、大丈夫だよな。先輩は流行のファッションとかって気にする方ですか？それなりにはね。流行か。雑誌とかに載ってる服とか見ると可愛いなーとは思うけど。けど？だいたい高くて手が出ないのよね。アタックってもうできるん？あー、できない感じだな。恋バナでも振ってみるか。あ、ダメだった。そっか、ちょっと盛り上がりはいまいちでしたね。ただ貴重な塚原先輩のモノマネが見れたからよし。じゃあ続いてもう一発テラスで会話してこよう。ちょっと嫌だな、このローの状態にしておくのはな。勉強。保健体育の授業の後って男子と女子が何か気まずくなりません？何を言ってるんだ。そうかな、私はそうでもないけど。あ、でも響きちゃんはなんだか反応が鈍くなるのよね。何、どういうことだ一体。塚原先輩が意識しちゃってんじゃないの？響ちゃんにも可愛いとこあるんだよね。照れちゃってんだ。いや、保健体育で照れちゃう塚原先輩可愛らしいな。ん、あ、ここスキップだ。よし、はいになったぞ。あ、ここもだ。ここも自動ではいに。4ターン目はそうでもない。食べ物だな。
よーし、当たった。先輩は和菓子と洋菓子のどちらが好きですか？むむ、それは難しいわね。むむ、でもそうだな、和菓子かな。何か理由が？味は両方好きなんだけど、和菓子って見た目が可愛いのが多くてね。ほー、見た目ね。お、アタックいけるじゃない。よし、またホホペロしてくんないかな。先輩と少しずつ仲良くなってきたけど、まだまだこれからだ。よし、先輩。ん？この間のほっぺ以外でミヤとしていることって何かないですか？え、ほっぺ以外で？ミヤのほっぺをペロペロしてたんですよね、この先輩は。僕も先輩と仲良くなりたいっす。またそういう直球発言なの？すいません。そうね、そういうお年頃なんす。ミヤちゃんとしていることか。何かないですか？あ、そうだそうだ。何？ちょっとそのまま立っててね。え？何をされるんだ？それじゃあ行くわよ。はい。うりゃ、腕マフラー。かわいい。腕マフラーって何？あー、これか。羽がいじめするやつだ。後ろから当たっちゃってんだよね、背中に柔らかいものが。これミヤにもやったの、腕マフラー。ミヤもびっくりしたろうな。こんな感じでミヤちゃんにくっついて温めてあげてるの。マジか、先輩の腕が僕の首に巻きついている。あー、でも君は背が高いからミヤちゃんと一緒ってわけにはいかないね。苦しいかも。うーん、こうしてみると苦しいけど、この背中に当たる柔らかな感触、これはすごい。周りに人たくさんいるのに何しちゃってんの。君って結構背が高いかも。そんな印象なかったな。あ、まあ宮がちっちゃいですからね。苦しくて気持ちよくて、あれ、何かに目覚めちゃう。あ、ごめん。いや、これやられた時の宮の反応見たいな。苦しかったよね、大丈夫？いやー、この森島先輩と宮のユリの可能性素晴らしい。森宮先輩です。まったく。え、聞いた通り、ニーニはエッチなのね。あら、怖い怖い。そんな話してんのか。っていうか、ニーニって言われちった。ニーニはエッチって。可愛い1年生に教わったの、ミヤ。あら、このことでミヤちゃんをいじめたら許さないわよ。いや、はい。それじゃあね、エッチなお兄ちゃん。エッチなお兄ちゃん。嫌だな、それなんか。ミヤのやつ、普段どんな話をしてるんだ。でもまあ、今回は柔らかい感触を味わえたから、よし！先輩、スタイルいいな。こうして森島先輩に腕マフラーをしてもらった。先輩の腕マフラーで学校に通いたい。マジか、ミヤもこんな素晴らしいことされてたんか。いや、ほんとその場面も見たい。 DLC で見たいわ。課金するで。あ、これ重要なね、欲しいイベント。あ、ぬいぐるみをプレゼントしよう。前回のアンティークショップのあのぬいぐるみだ。そうそうそう、あれ買ったれよっつってたんですよね。あれば、プレゼントすんだ。今日もなんだかんだと先輩と二人きりでアンティークショップへ来てしまった。ミヤには悪いが、居残り勉強させてもらえるのが悪い。そうだ、今日こそ先輩のお気に入りのクマちゃんをプレゼントしよう。前回は持ち合わせがなかったけど、今日はちゃんと持ってきた。うー、楽しかった。いいじゃない。そろそろ帰ろうか。はい、また来ますね。失礼します。あ、出ちゃうの？すっかり遅くなっちゃったわね。サプライズ的に買ってあげるわけだね。早く帰らないと。まずい、帰られちゃう。急ごう。先輩、すいません。ん？どうかしたの？ちょっとトイレに。あ、やっぱサプライズ。しょうがないとね。演出狙っちゃってんな。お店で借りてくるので少し待っててもらえますか？いいわよ。
ごゆっくり。あ、どうも失礼します。すいません。お花摘みに行ってきますんで。すいません、親何か忘れ物かな。このクマのぬいぐるみもらえますか。君がこのぬいぐるみをプレゼントなんですが。ほっほっほー、なるほど、粋な男じゃの。あ、おじいちゃんなんだね。いや、なんでもない、少々待ってもらえるかの。このちっちゃいクマのぬいぐるみもなかなか可愛いぞ。お店に来られなかったミヤのお土産に買っていくか。おお、いいニーニー。すいません、これもください。クマちゃん2つも買っちゃった。結構時間がかかったな。森島先輩がちょっとこわもての男となんか話している。やっぱキビトの治安が悪い。早く俺がデカにならないと。デカになってキビトを守るんや。ちょっと嫌がってる感じもする。どうする？え、生還するはないよね、これは。いやー、助けるしかない、助ける。行かなくちゃ。ごめんね、はるか。待ったかい？あ、彼氏気取って。粗暴男。あー、なんだ、てめえは。僕は彼氏です。彼氏だ、本当かよ。はい。本当ね。あ、天使。おいおい、何事かの。なんだあんた。ちい野郎がいるなら早く言えってんだ。言った、よかった。ふふふ、へっぱ、立派な兵隊さんじゃの。おじいさん。ちょっと騒がしかったんで、よそ見できたんじゃ、偉いの。そんなことは。またいらっしゃい、それじゃ。ありがとう。天使のおじいちゃん。いや、でもやっぱここで助けてよかったな。先輩大丈夫でしたか？すっごく怖かったよ。だけど君が来てくれたから。これ多分助けなかったら星取れないような気がする。すいませんでした。実はどうしても欲しいものがあったので。え、どうしても欲しいもの？この流れでクマちゃんプレゼント、これはかっこいいでしょう。え、本当に？はい。嬉しい。やった、喜んでもらえた。ありがとね。いえ、さっき助けてくれたのも嬉しかった。はい。頼れる彼氏だったんだね。おお。兵隊さんですから。じゃあダーリン、怖いから駅まで送ってくれる？ダーリン、任してください。こうして森島先輩にプレゼントを送った。駅までの短い間だけど先輩はずっと上機嫌だった。よかった、本当によかった。星ゲット、やりましたね。これはね、かっこいいとこ見せだったな。てか本当キビと治安悪いな。なんだろう、あの粗暴男っていうのは。これでもう一押し二押し、時期が来たらね、もう仲良し自動で進むんじゃないかな。やりました。あ、ミア、お土産持ってきたぞ。いい笑顔だね、ニーニー、うん、何か楽しいことでもあった？しラブリー争奪戦はニーニーの勝ちのようだな。18日目木曜日、よし、今日も森島デイに、森島デイ、森島先輩と過ごす一日にしていきましょう。三つ会話イベントか。テラス。放課後に撮っておきたいなーなんていうふうにちょっと思うんだけど、なんかイベントも出そうなんだよなー。ちょっと一回だけスルーしてみようか。結構まだ期間があるんで、するで、昼休みと放課後をちょっととりあえず会話行ってみるかな。アタックしてもスルーされちゃうかな、スキップされちゃうかな。森島先輩。あら、ダーリン、どうしたの？ダーリン、ダーリン呼びいいよね。
でもその呼び方はやめてください。もう釣れないわね。そういうことではなくて赤くなっちゃって可愛い。その真っ赤なお顔で私とお話ししてくれるかな。わかりました。先輩にはかなわねえな。ねえねえ、あ、一旦目はスルー。この間の話なんだけどね。おお、バッチリ。二ターン目もスルー。いいじゃない、この調子で5ターン目までいけたりしない。あ、3ターン目もここも流れて、あ、4ターン目も流れる。マジ？これラストにアタック、アタックできんじゃんやり、何にもしてないのにアタックできた。いやでもこの場合ってスキップ、スキップされないな。いけるな先輩。ん？どうかしたの？腕マフラー以外にミヤと最近何かしてますか？いや、このミヤにしてもら、ミヤにしてあげたことを全部ニーニーにも味わさせて。またなの？もらわないとやっぱりね。自分に正直にも程があるわよ。すいません私には言われたくないか。ははは、確かに。何か言った？いや別に。そうね、ミヤとどんなことをしちゃってるんですか。あ、お鍋風占いをしたわね。なんだろうそれお鍋風占い、なんですかそれ。ね、手首から関節まで順番に「お・な・べ・ふ」ってたぐっていって。うん、たぐる。ああ、手首から関節、やった方が早いわ。ちょっと腕を出して。ん、それ本当にあるやつ？お鍋振らないって俺知らないな。はい、いい？はい、ここ、この手首から始めるの。なんかわかんないけどボディタッチが多そうなので。よし、先輩に腕をつかまれている。それだけなのにすごくドキドキしちゃう。で、こうやって数えていくの。おーなーべーふ、うん、おーなーべーふ。おなべふってなんすか？おーなーべーふ。お、はい、君はお利口さんね。あー、数えていっておだからお利口なのね。あー、なべふは何なんだろう。王がお利口さんで、なが生意気、べが勉強家で、ふは不良。あ、そうなんだ、知らなかった。他にもいろいろあるらしいんだけどね、私が知ってるのはこのやり方。でもなんか本当にある遊びっぽいね。初めて聞いたよなんか地方の遊びかな。ミヤは何でしたか、ちなみに。お鍋風占い生意気になっちゃって怒ってた。それがまた可愛らしくてね。おなのなね。森島先輩は？え？あ、そうだよ、先輩は何なんですか？響きにやってもらった時は不良お鍋風不良だったんか。何よ、何がなるほどなのよ。さっきの占いは間違いね。君はお利口じゃなくて生意気ね。なんか怒っちゃったじゃん。こうして先輩に占ってもらった。他愛のないことでも表情がコロッコロ変わる先輩は本当に可愛らしい。確かにね、そこも本当森島先輩の魅力だよな。表情の豊かさ、感情の豊かさ、それがね本当いいっすよね。あ、何もイベントないから会話イベントでこれアタック狙っていきたいな。アタックいけっかな。そうすれば寄り道いけるような気もするんですよね。一旦目スキープ。お、ここもスキープ。ちなみにお鍋風占いは塚原先輩は何だったのかな。っていうか塚原先輩もノリノリで ノリノリでやってくれんだね、お鍋風。お、無条件スキップで5ターン目まで来てアタックいける。なんて楽な仕様なんだ。ありがてえ、アタック。これさ、一緒に帰れるよねきっとね。
森島先輩ともっと一緒にいたい。何かいいアイディアは。そうだ、どうかしたの？急に真剣な顔になっちゃったけど。森島先輩ん、これから僕に勉強を教えてもらえませんか？あ、そうだよ、勉強を教わるって話してたもんね。え、これから勉強？ダメですか。これから勉強か。単純に勉強自体が嫌そうだね、なんか森島先輩。まあいいか。あ、でも約束もしてたしね。あざーす。じゃあ図書室に行こうか。はい、お願いします。放課後二人きり図書室でお勉強、いいシチュエーションじゃない。しかもあまり人がいない、ラッキー。ちなみにどの教科を教えればいいのかな。うん、な文系の勉強、理系の勉強、保健体育の勉強うわー、これ一番下行きてーなー、行きてーけどいやー、ダメだ、抗えない。保健体育の勉強をお願いします。あら、そういうこと？そういうことって、いや、俺はもうまるっきり保健体育、性教育が分かってなくて、どうやったら子供ができるのか教えてほしいんす。保健体育でどういうお勉強をするの？普通に。もしかして私に教えてくれるのかな？教えてあげる。いえ、そんなね、そうもない。先生の個人授業ってわけね。あれでもなんかこれ普通に勉強できる流れじゃなくなっちゃったな。先輩、どういう授業なのかな。その先生、顔が赤いですよ。どうしました？からかわれてんな。すいませんでしたしょうがない、許してあげる。君が決めるとエッチな勉強になりそうだから私が決めるねエッチな勉強はいかんかったな。それで何を？今日は日本史。日本史か、大好きなんだ日本史。へえ。うん、文系理系選んでたらまた別のことになってたんかな。というわけで家を継いだノブリンが、ノブリン、これからだんだん強くなっていくのノブリン、織田ノブリン、織田ノブリンか。確かそんな名前かな。そんな覚え方でいいのか。でね、いやでも確かに、ノブリンの仲間にはヒデザルとかカッチンとか前年とかいっぱい有名で有能って言われてた人がいた。よくわかんない逆に覚えづらいんだけど。いやでもこの先輩って戦国武将が好きなんですか？うん、すごく好き。かっこいいんだもん。あだ名つけて覚えるっていいかもな。特にノブリンが活躍する時代は他にもたくさん素敵な人がいたんだよ。そうなんですか。ウエケンにしんちゃんでしょ。ウエケンしんちゃん、あー、なんだっけ、ほら川中島の決戦で有名な二人よ。はいはいはい、あ、上杉謙信と武田、あ、信玄だ。信玄、はいはいはい。この二人もかなりいいわね。そうなんですか。でも一番好きなのはみっちゃん。明智光秀、みっちゃん、本能寺でノブリンを撃つところがもう最高燃えるよね。まあ本当にお寺燃やすんだけどさ。何うまいこと言ってんだよ明智光秀ですか。謀反よ謀反、ロマンだわ。みっちゃん、森島先輩日本史大好き。当然よ。こうだったんだ。はあ、いいわね謀反、今じゃできないものね誰に謀反するつもりなんだろう。あ、そうでもないか。謀反じゃないけど、いつか響ちゃんをギャフンと言わせちゃうんだからね。ほう、なるほど。こうして森島先輩から日本史を学んだ。すごく楽しかったけど、あだ名が多くて参った。いや、これが森島流ラブリー勉強術なんでしょう、きっと。いや、楽しくていいなぁ、森島先生に教わるとなぁ。ただまずあだ名を把握するところからね。ニーニー、ね、顔がデレデレしてるけど何かあったの？そっか、あだ名で日本史面白いなぁ。19日目金曜日、会話イベントがあと1個出てたのも、
そうだな、放課後に回そうかな。勉強会したいな。そうだよね、1個出てんだよね。スキップ、他もスキップ。なんか増えるかな。あ、いや、なんもない。放課後会話イベントだ。よし、じゃあここでまたアタック狙っていきましょう。勉強会したい、今日も。森島先輩、今日もよろしくっす。できれば5ターン目までスキップで、スキップで楽に、楽に。あ、楽にいけるじゃん、いけるじゃん。いいね、いいね。あ、いいね、いいね。どんどん突き進んでおりますよ、これは。お、いいじゃん。アタック。この楽ちんアタックしよう。先輩。どうかしたの？今日こそ保健体育の授業を。また勉強教えてもらえませんか？え、これから？先輩の教え方はすごくうまいので。ノブリン。かわいいこと言ってくれるわね。アケチン。アケチン？アケチンじゃねえか、なんだっけ。うん。そこまで言われたら断れないわ。みっちゃんか。いいわよ。はい。本当ですか？図書室行こっか。やった。今日も二人でお勉強だ。じゃあ今日はさ、今日日本史、また今日もじゃないんですか。楽しいからいいの。君は楽しくないの？日本史しかないのかな、これ。いや、でもすごく楽しいです。私も。先輩、先輩から歴史の逸話を聞きながらいろいろな話をした。先輩と過ごす時間はすごく楽しくて、あっという間に過ぎていく。もう少しだけ一緒に過ごせられれば、過ごせればいいのに。あ、終わり？あ、終わりだ！なんだ、それだけか。あー、マジか、日本史しかねえんだ。日本史しかむしろ得意な科目ないんじゃないのかな。森島先輩。今日は寄り道してきたんだね。うん。宮にお土産はないの？宮は今回ライバルだからな。敵は我が妹にあり。よし、じゃあ続けていっちゃおう。会話イベントもなくなっちゃったんですよね。これなんかまた出るかな、それとももう星イベントを取っちゃったんで、しばらくは何も出ないかな。まあいいや、とりあえずスキップで。スキップ、あれー、なんもなし。うわー、一日会えず。マジかー。なんもない日は寂しいなー。日々の積み重ねが大事なんだってね。お父さんが言ってたよ。本当に言ってんのかな、お父さん。頑張ってね、ニーニー。でもその日々の積み重ねが大事だっていう言葉が、実はお父さんの遺言だったとかだったらすごい悲しいですよね。伊助家のお父さんはすでに亡くなっていて、最後の遺言が日々の積み重ねが大事なんだっていう。だとしたらそれは悲しい、深い言葉になるなぁ。ありがとうお父さん。その言葉を胸に生きていくよ。さあ、日曜日っすね。この日曜日ってなんだっけ？あー、なんか漫画借りに行くとかだっけ？問題集を買ってこよう。マラソン。新しい靴。靴買いに行くか。前回と同じだけど。前回でも靴買った時って、ちょっとこれ店員さんに聞いてみよう。すいません、ちょっといいですか？気軽に履けそうなスニーカーを探しているんですが、いい感じ。あれ、カオルちゃんだ。あ、カオルちゃんの私服姿いいね。やっぱ雰囲気変わるな。可愛らしい。
スニーカーはカオルちゃんなんだ。笑ってる。カオルちゃんかわいいな。もじゃもじゃなんだからカオルちゃん。うん、まあちょっと森島先輩には会えなかったけど、まあかっこいい靴も買えたし、よしとしよう。そうだな、じゃあまた。もうすぐクリスマスだね、ニーニー。今年の予定は決まったの？このクリスマスも森島先輩とホテルに行って大人の階段登りたいね。本当好きの時のエンディング、あの終わり方は結構な衝撃だったんだけどな。さてさて、それじゃあ、あれでも今日も別に何もイベントなさそうだな。あれ、何もない。スキップスキップスキップ、何にもなしだ。そう、森島先輩学校来てない。どうしてしまったんだ。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。パパの遺言で、遺言です。頑張ってね、ニーニー。ありがとう。もうそれかあれかな、アンドロイド的なものなのかな。壊れたアンドロイドで同じことしかもう言わなくなっちゃったっていう、悲しき悲しきお父さんアンドロイド。伊助家には何があるんだよ。どんな家庭環境なんだよ。もうさてさて、あ、なんかでも一個出てる。ん？これ今日だよね。今日のどの時間？放課後とかかな？家帰ってからか？あ、それか、もしかして家帰って、あれじゃない？仲良しに住みましたのイベントじゃないかな？学校では会えず、ちょっともう3日ぐらい会えてない。でも会えない期間もあるって、というか、まあそれだけ余裕を持って、日々の積み重ねが大事なんだ。分かったよ。頑張ってね、ニーニー。もうミアも壊れたアンドロイドや、まあそれだけ余裕を持ってプレイできるってことですよね、いろいろと。ん？ミアのために買ってきたミニクマを私忘れていた。そういや買ったね、アンティークショップで。せっかくのプレゼントだし、ちょっと面白い趣向を凝らしてみるか。はあ、あ、置いとくんだ。ミニとは言いつつ結構でけえな。ミヤの席にミニクマを置いて準備完了。あいつ驚くかな。はあ、寒い寒い。喜んでくれっかな。あ、お兄ちゃんも怒った？まあな。寒いもんね。どれどれっと。さてさて、おっと待ちな。え、そこはクマさんの席だ。え、クマさん、うわ、かわいい。どうしたのこれ。どうしたって、家まで勝手についてきちゃったんだよ。困ったクマさんなんだ。ちゃんと面倒を見るならミヤが飼ってもいいぞ。本当に、はい、ありがとう。めっちゃかわいいな。いいよ、なんかいいね。ほんわかするわ、この兄弟仲良しイベント。後で他のお友達紹介しなきゃ。おう、それがいい。あれ、三日月工房って森島先輩おすすめのアンティークショップ？なんでわかった？クマさんのタグに書いてあるよ。なるほど、いいな。ニャーも行きたいな。そうだな、今度先輩と3人で行くか。うん、あ、そうそう、ニャーもクラスの子にお店の場所とかいろいろ聞いたんだけどね。うん、何かあった？お店のおじいさんって
昔は有名な暴れん坊だったんだってよ。あ、そうなの。あ、だからあのヤンキーに絡まれた時出てきてくれたんだ。そうなのか。うん、でも今はすっごく優しいんだって。おじいさんには悲しい過去が。チンピラおじいさん、チンピラおじいさんを見てあっさり引き下がった。なるほど、有名な悪だったんだ。た見た目じゃ全然わからなかったよ。そうなんだ。あ、ミア、ちょっとクマさんを部屋に連れて行くね。うん。へえ、こうしてミアにちっちゃいクマさんをプレゼントした。それにしても優しそうなあのおじいさんが昔は評判の悪だったなんて。人は見かけによらないんだ。今度森島先輩にも教えてあげよう。意外な過去があったんすね。これ森島先輩イベントか、宮イベントじゃないのか。あ、でもリホコちゃんが疎遠になっちゃったけど、おー、いた森島先輩、仲良しに無事入りました。あ、でこのエロいやつね。最近楽しいわ。ミヤちゃんとも仲良くなれたし、あの子は思ってたよりも楽しいしね。あざっす。残り少ない高校生活だけど、ちょっと面白くなってきたな。今度はどんなことしようかな。ワクワクしちゃってるじゃない。きっと可愛いリアクションするんだろうな。何してくれるの。いいね。さあ、なんか、わ、めっちゃ増えた。仲良し。これまた未知の領域来ましたよ。森島先輩、仲良しルート入りました。さてさて、こっからどうなっていくのか。お腹が空いたけどお昼はまだ先だ。あ、これだけ。ちょっと行ってみっか。強烈に腹が減ってきた。ぐう、昼までまだ時間がある。ちょっと待って、これもしかしてまさか。相当なもんだ。参ったな。朝ごはんおかわりすればよかった。何か食べ物を探すか。あれ違うか、問い箱の中行くかと思った。問い箱イベントかと思ったけど違った。あそこをぽやーっと歩いてるのはミヤじゃないか。よし、ミヤをからかって空腹を紛らわすとするか。どういうことやね。うおー！お兄ちゃん！ミヤ、お腹が空いた！お腹が空いたぞ！ちょっと。ニーニーお腹空いたよー。いや、こんなお兄ちゃんやだ。お兄ちゃん気持ち悪い。誰も見てないからって。もうエネルギー不足で食堂まで行けない。ミヤに行ってもしょうがないじゃない。ミヤからいい匂いがする。食べ物の匂いがする。そんなわけないでしょ。俺人間食う。ミヤ食い物。なーに、楽しそうね。ラブリー食い物。俺食う。森島先輩に見られちった。森島先輩、このバカのお兄ちゃんをどうにかしてください。これはバカ言われるわ。ミヤ、どうしたんだ。いきなりそんなおいおい出したら迷惑だろう。いきなりクールになるっていうね。なんて変わり身の速さ。忍者？何を言ってるんだいミヤ。全く変なやつだな。ちょっと。何ですか森島先輩。ご用があるなら何でも言ってください。まあ、ごまかしてもダメ。実はこっそりと一部始終を見てたんだからね。なんてこった。ダメでしょ。可愛い可愛い妹さんをいじめたら。俺ミヤ食う。そうだそうだ。妹食い物。ぐじゃないでしょ。ちゃんとごめんなさいわ。ほらほら、ミヤだけならともかく森島先輩を怒らすわけにはいかない。すいませんでした。にしししし。
しし、し両手を前に出しなさい。え、両手を前に出すの。何すんの、根性焼きでもされんのかな。はい、はい、どうぞ。わ、ミニラーメンだ。あ、なあ、もうさすがミニラーメンだ。同じリアクション。はい、召し上がれ。いいんですか、いただきます。いいな、お兄ちゃん。はいはい、ミヤちゃんもどうぞ。なんで森島先輩はミニラーメンを2つ持ち歩いてんの。いいんですか。もちろん。もうこの兄弟完全に飼いならされちゃったなあ、森島先輩に。はい、いただきます。もぐもぐ。これはチキン味。あれ、チキン味じゃなくて味噌味の方が良かった。いや、チキン味も味噌味もカレー味も大好きっす。ミヤも大好き。よかったわ。おいしい。うんうん、すっごくおいしいです。こうして森島先輩にミニラーメンをもらった。先輩からもらったってだけでも普通のやつにとてもおいしく感じた。いやー、ラッキーだった。空腹が紛れてよかった。でも本当、なんで森島先輩ラーメン持ち歩きながら歩いてたんだろうね。だいぶ謎なんですけどもね。会話イベントとあと何か謎のテラス。一人でテラスでのんびりしよう。じゃあちょっとテラス行ってみっか。はい、ちょっとテラスにでも行ってのんびりするかな。たまには一人で静かに過ごすのも大事。空いてるじゃないか。ちょっといいですか先輩。誰、貴様は。ちょっと一回見覚えがあるぞ。ロミオ。僕は1年 C 組のキサとロミオです。キサとロミオがここで来た。ロミオとジュリエット、あれでしょ、一人シェイクスピアでしょ。ロミオ先輩ですよね。なんで僕の名前を。調べさせてもらいました。貴様の方からコンタクトを取ってくると思わんかったぞ。調べたって一体なんで。その質問に答える前に僕の質問に答えてください。なんだって。先輩は森島先輩と一体どういう関係なんですか。森島先輩、正直に答えてください。ホテルで一夜を過ごした関係だよ。正直に答える。恋人だと答える。ペットだと答える。これどうしよう。なんとなくわかんないけど、この場面を森島先輩に覗かれてるみたいな、そんなイベントにもなりそうな気配するんだよな。恋人、いやでもペットって面白いな。ちょっとペットにしてみるか。ペットだ。俺は森島先輩のペットだ。どうなんですか。ワンワン。ペットとご主人様みたいなものかな。ペットとご主人様、そういう関係なのさ。先輩がペット。いや違う、そっちじゃない。ご主人様。大丈夫かこいつ。先輩は何を考えてるんですか。僕はそんなの絶対に認めませんよ。いやでも、あ、なるほど、こっちがご主人様で森島先輩がペット、それもいいな。犬耳猫耳つけた森島先輩とかいいじゃない。いやでも認めないと言われても。森島先輩をペットにして可愛がっているだなんて。逆だよ逆。え、逆。僕がペットで調教されているんだよ。先輩がペット。うん、森島先輩がご主人様。うん。どっちでもいいんかい。大丈夫かこいつ。よくわかりました。僕は先輩を認めない。なんだって。断じて認めないですから。貴様ロミオ、なんなんだいきなり来て勝手に熱くなって。多分森島先輩のことが好きなんだろうな。それで僕に嫉妬して。嫉妬されるほどの関係じゃない。いや嫉妬されるよ。
こんなんじゃ恋人になるだなんて。こうしてロミオに絡まれた。改めて先輩の人気を思い知った。ここで出てくるんすね、ロミオがね。ロミオは森島先輩が疎遠だった時に告白してた輩なんですよね。ここで来たか。真のライバルになってくるかもしれませんよ。3つイベントが出てて、カレーの匂いがする、背後からお兄ちゃんと呼ばれた、あと会話イベントはどれがいいかな。どっちも昼休みだけ。ああでも今日でも明日でもどっちでもいいのか。カレーの匂いをたどってみるか。ミニラーメンだけじゃちょっとお腹が満たされないんで、定食は重いからラーメン。なんだこのいい匂いは。カレーの匂い、なんなんだよ、誰だよ、ダーク、教室にカレーを持ってきたのは。教室でカレーか、それは確かに匂うな。いない、教室じゃないのか。あれ、森島先輩が廊下から教室を覗き込んでいる。行ってみよう。先輩、いい予感がします。ああ奇遇ね。奇遇なんすか。ここ僕の教室ですよ。なるほど、言われてみればその通りね。もしかして僕に何か。ああいや、っていうか君ってもうお昼ご飯食べた？まだですけど。ラッキー。ねえねえ、一緒にご飯食べない？いいんですか？もちろん。じゃあ行きましょう。餌付けしてくれるんだ。もしかしてお弁当ですか？うん、実はね、その響ちゃん用にお弁当を作ってきたんだけどね、さっき早退しちゃったんだよね。はあはあはあ、残念ですね。響ちゃん用のお弁当って。まったくタイミングが悪くて困っちゃうのよね。なんで塚原先輩にお弁当持っていくの？だから本当かそれ。どうしたんですか？君さえよければ代わりにお弁当食べない？いいんですか？まあ、嫌じゃなければだけど。嫌なわけないですよ、いただきます。よかった。塚原先輩には悪いけど、森島先輩の手作り弁当を食べられるなんて、なんてラッキーなんだ。あそこの席で食べよう。はい。行きましょう。さっきからしているこのカレーの匂いはもしかして、はい、これが君の分。ありがとうございます。開けてもいいですか？もちろん、開けないと食べられないでしょ。先輩のお弁当なら開けずに丸ごといけそうな気がします。え、どういうこと？すごいね。俺人間食う。やっぱ無理です。なんだ残念。それじゃあ開けますね。はい、どうぞ。これはドライカレーのお弁当なんだ。ドライカレー、ほうほうほう、もちろんです、大好きです。さっきのいい匂いは先輩だったんだ。よかった。ドライカレーなんだ、いいじゃん。トゥルーラブストーリー2だったっけ、さなえちゃん、違うかな。そのままカレーをねお弁当に持ってきてた子がいましたね。ちょっと記憶が曖昧だけど。もぐもぐ、これはどうかな。すごく美味しいです、デリシャスな味わいです。先輩、本当に？そういえば森島先輩も会話イベントでカレー作るの最近ハマってるみたいなことを言ってた気がすんな。もぐもぐ。すっごい勢いね。すいません。いいのいいの、大盛りにしてあるからいっぱい食べてね。ありがとうございます。本当に美味しいぞこのドライカレー。あと引く辛さで熱くなってきた。自分で作っておいてなんだけど。どうかしましたか？結構辛いよね。そうですね、でもその辛さが美味しいんですよ。ありがとう。あ、でもね、付け合わせもあるんだ、いる？そうなんですか。うん、ゆで卵と干しぶどうなんだけど、どっちか。干しぶどうはいいかな。
いや、ここはカレーにはゆで卵でしょう。ゆで卵をいただいてもいいですか？オッケー。はい、どうぞ。ありがとうございます。召し上がれ。もぐもぐ。美味しい。完璧じゃないか。ピリッと辛いドライカレーを食べつつゆで卵。口に広がる優しい味にほっと一息。これほどマッチする組み合わせが他にあるだろうか。いや、ない。完璧だ。美味しそうに食べるね。カレーも卵も最高っす。もうオーバーね。そんなことはありませんよ。ドライカレーとゆで卵の組み合わせから生まれるハーモニーと申しましょうか。俺はどうしちゃったの、この食レポっぷりは。お互いがお互いの長所を高め合う、そんなパートナーシップ。力説ね。 1+1 が2ではなく3にも4にも10にもなっていると思います。確かに美味しいもんね。ラブリーの宝石箱や。カレーにゆで卵、いい組み合わせですよね。本当に。つってなんでし、こんな BGM なの。あや、急にしんみりしてどうしたの？うん、しんみり BGM だね。その。むむ、こら、急にどうしたの？さっきまで張り切って語ってたのに。そのですね。うん、言ってみて。僕も先輩にとってのゆで卵になりたいなと思ったので。なんだその例え。欠かせないみたいな、そんな感じで、そんな感じのニュアンスで。もう急にそんなこと言って、すいません。あ、ハート入った。教室にいないと思ったら。あら、この子と食事中だったらね。いるやないか、塚原先輩。あれ塚原先輩って帰ったんじゃ。あれれ、おかしいぞ。あら、午後から戻ってくるだなんて相変わらず真面目ね。はるか大丈夫？それはこっちのセリフよ。もう響きったら面白いんだから。ごまかそうとしてる。面白いのははるかでしょ。だいたいさっきまで一緒に授業を受けてたじゃない。あれれ。もう頭大丈夫？保健室に連れて行ってあげようか。頭大丈夫って結構なこと言うな。それは私のセリフよ。何か隠してるわね。何が？この照れ隠し、森島先輩がね、いいんですよね。私のここにいるのが不都合な何か。そうね、例えば二人で仲良く食べたと思われるそのお弁当に秘密があるとか。鋭い。よし、さてと。森島先輩、先に行くわね。響きも早く戻らないと大変よ。何が大変なの？いろいろよ。いろいろって？いろいろ。いや、やっぱりね、このね、もう響きの意地悪。追い詰められた森島先輩。いや、もうこの二人こそカレーとゆで卵だな。いい組み合わせだ。走ると転ぶわよ。さてと、それじゃ。はい。せっかくなんで詳しく話を聞かせてくれるかな。はい。言い訳に使っとったってことですね。お弁当の話を聞いた塚原先輩は一通り笑った後、はるからしいやと言って去っていった。ってことは、あのお弁当は僕のために作ってくれた。なんてラッキーなんだ。ロミオに見せつけてやろうぜ。いやー、なるほど。ほんと可愛らしいことするよな。なんだこれも、これも謎のイベントだな。校舎裏でうろついてるっていうイベントと、これは体育か、普通の会話イベントか。じゃあちょっと校舎裏行ってみますか。気になるな。いや、でも森島先輩と校舎裏、告白されてんじゃねえのか、もしかして。何をしているんだろう。行ってみるか。森島先輩！え？あら。何？静かにしないと見つかっちゃうよ。
見つかる。あれ、君もプール覗きに来たんじゃないの？とんだド変態だなおい。違いますよ、うん、じゃあなんでこんなところに。先輩を見かけたから。そっか、なるほどね。プール覗いてたの先輩。そうなのよ。ねね、君も一緒に覗こうよ。一緒に覗こうよ。いい場所を見つけたのよ。プール丸見えなんだから。丸見えだからね、一緒に行こうよ。一緒に覗くの。一人だとちょっと心細いの。お願い。すげえ性癖持ってんな。けど男ならわかるんですけど、先輩が水泳部を覗いて楽しいんですか。もちろんよ。可愛いものが大好きだから。私に見られていることに気づかずに。はい。キャッキャ言ってる女子生徒たちをこっそりと覗き見るのすごく楽しいと思わない。なかなか歪んでんな先輩大丈夫かな。ちょっとそれじゃあ行きますか。なんか心配になるわ。これ言うても未来のデカですよ俺は。これいずれは森島先輩を捕まえなくてはいけないっていう悲しいことにならない？あ、で覗いてるじゃん。よく見えるね。そうですね私に見られていることに気づかず一生懸命部活をしてるわね。覗いてるってだけでただの水着が別物に見える。これはすごい。あそこにいるのは響きね。塚原先輩、お、いるじゃん先輩。いいわね、実にいいわね。私がここから覗いてることに気づかずに響きちゃんが一生懸命指導してるわこの響きちゃんを出し抜いている感がたまらないわね。なるほど、その出し抜いてる感、そこに酔いしれているわけか。ええ、君もよく見ていってね。いいんですか、むしろ。あら、ジロジロと水着姿をこう見ると塚原先輩ってすごくスタイルがいい。モデル体型っていうか。モデル体型？かっこいい。な、何よ。あら、私だって街を歩いてると時々アイドルにならないかってスカウトされるのよ。嫉妬しちゃった。スカウトですか、すごいですね。え、あ、うん、ありがとう。森島先輩本当にね、感情がすげえ行ったり来たり。あ、こら、そこで何をしているの。バレた。しまった。まずいわね、こうなったら森島先輩を犠牲にして逃げる自分を犠牲にして森島先輩を逃がす。ああ、俺の屍を越えていけ。ここは僕に任せてください。盗撮犯は俺一人で、覗き犯は俺一人で十分だ。二人して捕まる必要はありません。行ってください森島先輩。あなたって人は。早く。ありがとう。私あなたのこと忘れない覗き犯同士の間に何かしらの絆が生まれましたね。君だったのか。うわ、塚原先輩、おかしいわね。もう一人いたような気がしたけど。同じクラスの梅原くんです梅原ごめんなるほど、悪かった。どこにいたの。梅原の野郎は僕を置いて逃げましたよ。とんでもねえ畜生野郎ですから、悪いことをしたっていうのは理解しているんだ。はい、分かっちゃいたけど怖い。うん、とりあえずもう行っていいわよ。え、悪いことをした自覚はあるみたいだし、今度プールの周りの掃除をするってことで今回は許してあげるわ。おお、プールの周りの掃除ですか。あら、嫌とは言わないわよね。いや、もちろんです、やらせていただきます。下でやらさせていただきますから逃げた子も一緒にやるようにねそれじゃ梅原ごめん梅原、まあそのぐらいで済んでよかっただろう。森島先輩のこともバレなかったみたいだし、結果オーライ。悪いのは梅原だけだ。よくよく考えたら僕が覗きたいって言ったわけじゃないのに、罰掃除か、やれやれだまったくもう。
あれなんかめっちゃパツついたな。その代わりに増えたのもあるけど、ここ結構意外と運命の分かれ道だったんかな。いやでもかといって森島先輩を見捨てるわけにはいかんよな。しょうがない。いやー、というわけで今回はこの辺でお別れのお時間でございます。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。うん、うちに本当にお父さんはいるのかな。頑張ってね、ニーニー。いやー、今回も森島先輩大暴れでしたね。やりたい放題なんだからな、本当に。でも好感度の方も仲良しに入って、うん、いい感じじゃないですか。それでは今回はこの辺で、ご視聴いただきましてありがとうございました。